作って眺めよう。今日は画用紙と竹串を使ってみんなが大好きなあれを作るよ。まずは画用紙を丸く切るよ。大きさはだいたい500円玉くらいかな。形はまあまあ丸ければいいので、どんどん切っていこう。今回は9個切るよ。出来上がった丸を竹串にテープで留めていくよ。こんな感じです。で、裏返してだけだからね、食べちゃダメだからね。